どこにいる。広いな。これトイレ行きたくなったらトイレ探すだけでも大変だな。これ無視して大…この先に待つのは黒田官兵衛と豊臣秀吉の真っ向勝負。ただの観客ならば面白いだろうけれど、俺たちには使命がある、うん、あるべき流れの通り官兵衛に引いてもらおうか。歴史を守るために殺してはダメか。それは当然あくまで引いてもらう形か。歴史を守る上でも本丸のためにもそれが正しいな、うん、ただ本来ない歴史の中で惑わされたのならば官兵衛も被害者だ。そうだね。心を取り戻すことを願う、うん、同情など刀剣男子らしくないかもな。ただ俺個人としてはそう思う、うん、その心持ちはすごくいいことだと思う。実際にどうするかは別として、まあ勝手にすればいい。参るぞ、うん、余裕が出てきたか。待ち受けているのはあの妙な虫かもしれない。刀剣男子の強さを知っている紺之助が心してかかってって言ったってことはよっぽどなんだろうね。検知されました。裏切りの軍師。了解。じゃあ超あーでも国広さん全然戦い見れなかったから、続いて申し訳ないんですが国広さんにしよう。で長義さん。よろしくと言っておくよ。成功条件が官兵衛の撃破。で豊臣さんが亡くなってしまうとダメと。了解。今度こそ戦おう。ヤマンバ大地だ。俺の仕事じゃない。BGM 新しいの。あ、屋内だ。時間がありません。うわ、かっこいい。黒田官兵衛が豊臣秀吉に迫っています。わかった。急ごう。急ぐぞ。目的を取り助けるよ。黒田官兵衛に追いつくことが最優先だ。分かった。そうだ、不要な戦闘を避けるのもいいってか。ああそうか。大丈夫かなあの人たち。ごめんね、無事であることを祈る。いるな。なんだあれは。虫の鱗粉。ああモンハンだったらあれ爆発が起きる。あいつの攻撃か。範囲が広い。厄介だな。余計どんぐらい広いか。おっと攻撃が早いな。オッケー。おっと強撃。おっとそうだね、すごい綺麗。ありがとう。ごめんね。行こう。おっと強撃。あれこれ強撃と連撃の配置長義さんと別にしちゃったからごっちゃになってるかもしれない。違うね。オッケー。くそ、時間を取られたか。強くはないが体力が多いな。あ、間違えた。いるな。無視していいんだろうけど、無視するか。装甲軍に構っている暇はない。分かった。あ、てか普通にタイマー出てた。急ごう。どこにいる。広いな。これトイレ行きたくなったらトイレ探すだけでも大変だな。これ無視して大丈夫だよな。人もいないよな。秀吉さんを救ったら倒しに来よう。見つけた。一騎打ちか。やはり現れた刀剣男子。もちろん豊臣秀吉は殺させない。あんたも心を取り戻せ。ボス戦か。私は秀吉様にお話がある。話か。邪魔者は
排除させてもらおう。悪いけどお互い様だ。呆れたもんじゃない。改め秀吉、早く安全なところへ退避を。戦うのか。あとは任せた。いいよ。わかった。あんたは秀吉の天下を望んでいたはずだ。その秀吉を手にかけてどうする。いろんな理由があるんだろう。それが私の望み。それ私が秀吉様を正す。なるほどね。黒田さんが望んだ理想だった秀吉さんってことか。当然だ。必ずここで止めてみせる。行くぞ。憧れというか、官兵衛さんなりに理想はあったんだろうな、彼の背中に。戦略的なものだけなのかもしれないけど、行くぞ。どうだ。俺は偽物なんかじゃない。オッケー。さく、ここで終わりにするものか。まあ諦めないよな。そら、任務が終わったぞ。命は取らないが、本領を発揮しようか。無事か、大丈夫かな。よし、強化してると意外と素材もなくなりそうで、集めておいた方がいいな、ちゃんと。大丈夫か。あ、落ちるのかと思った。生きてはいるか。時間走行軍の呪いみたいなやつ。どういう状況だ。崩壊する流れな気がするな。え？でっか。いや、これは何か吸い取ってるな。あ、違う、こいつがあれだ、官兵衛さんに取り付いてたんだ。取り付いてたっていうか。心してください。虫の出現、至急飛ばす。分かった。黒田官兵衛を飲み込んだ虫、以前見たものよりも明らかに手強そうだな。サイズが尋常じゃなかったな。あれこそ義士の中核を守っていると考えてよさそうです。なるほど。必ず倒してください。どうした？おじけづいたかな？違うね、多分。なんだろう。まさか。ヤマンバ斬りの切れ味を味わわせてやる。行くぞ。ヤマンバ斬り、長儀。このセリフだけで泣ける。ああ、わかった。偽物くん。最終回、いや最終回ってなんだって感じだけど、刀剣乱舞、この山間切さん2人の最終回では、山間切国広って長儀さんに言ってほしいな。新たな流れが検知されました。虫来たりて、わかった。官兵衛さんが取り憑かれてたみたいに赤い目をしてたのは多分あの虫の影響なんだね。ってことはこの虫を倒せば官兵衛さんもちゃんと正気を取り戻すってことでいいのかな。悩むな。国広さんで行こう。偽物くんのお守りをすればいいのかな。助けてくれ。連続のボス戦か。期待はするな。俺は俺の戦いをするだけだ。道中あるかな。さっきの虫はこの先か。わかった。庭園のあたりか。戦いやすくていいじゃないか。広々としてる。急ごう。いるね、いかにもボスラウンドってか。うわー、出るゲーム間違えてないか。ゴッドイーターとかにいるタイプじゃないか君。うわー、角がかっこいい。 V 破壊できそう。かっこいいなデザイン。改めて見ると、おっと、でかいな。気をつけるべきはあの巨大な角か。そうだね、明らかに火力が出すぎるな。分かった。お前こそ
行こう。お前こそって国広さんが言ってんの、それだけで成長というかお互いの絆が深まったんだなって。えあと失敗。オッケー、チャンスだね。わかった、行くぞ。うん、行こう。連撃オッケー。あー、火力を上げておくべきだったか。方向耳栓つけなきゃ。ちょっと足の付け根の部分の色味がバナナみたいで美味しそう。そんなこと言ってる場合じゃない。そうかもね。どうかなっていうのが長義さんなのが、またもうこの二人はどこまで私を泣かしてくれるんだ。甘いぞ。角が剣みたいになってるんだ。よし、いろいろと強化されてるね。そうだ、守るために。おっと、たまった。いいぜ。おっと、この戦いを乗り越えたら地ならし。そうか、ごめん、それは言う通り。じゃあ後でたくさんさせてくれ。また来るぞ。おっと、気をつけろ。分かった。よっ、さっきよりもでかい。甘いぞ。結構連打したぞ今。ゲーム普段あんまりやってないとこれ相当厳しいだろうな。分かった。あ、 BGM が勝ち確。でも頑張らないとね、私の頑張り次第では負けちゃう。おっと、行くぞ。これで俺を写しと侮ったことを後悔させてやる。もうこの二人今もう本当に好きになっちゃった。泣けてきちゃうよ。やってくれ。俺は偽物なんかじゃない。どうだ、オッケー。本当は二人のやつで決めたかったけど、たまんなかったねゲージが。よし、これで一生終わりかな。ソラ、任務が終わったぞ。よくやった、ありがとう。いやー、あれか、写しならこの程度かな。派遣じゃなくて別のキャラクター選択できるのが今回なかったのは、公式さんから国広さんと長義さんでここはやってほしいっていうあれなんだろうね。いやー、よかった、この2人のこといっぱい知れた気がする。まだこの後のショーでも関わりあるのかな。多少はあるかな、会話ぐらいなら。存外大したことはなかったかな。本当に。そちらは息が上がっているようだけど。いやいやいや、二人で頑張ったんだよ。お前こそ。だが悪くない戦いだった。うん、二人だからこそ。さて紺之助、歴史の流れはどうなった。やっと戻ったかな。まだか。生死の範疇に収まりました。あ、よかった。第5部隊の調査はこれで成功になります。範疇ってことは、まあ多少なりともズレはあるけど問題ない程度って感じなのかな。よかった。私は先に失礼を。次の調査へ第4部隊を案内します。あ、第2章だね、いよいよ行くんだ。誰だっけ第4部隊って。やれやれ、慌ただしい。他の部隊もなかなか手こずりそうだな。うん、不可解なこと続きだったからな。騎乗次第見てきたことを各隊長に周知しよう。そうだね、情報は大事。いろんなし、それからさっきの働きだが、あ、かろうじて旧大点といったところかな。改善すべきところはまだ見られるが。まあ本当のことだろうけど。それも伸びしろとして受け取ろう。わあ、こう親友同士の
小突き合いみたいなのを国広さんが長義さんとやってる。嬉しいなあ。これ秀吉様への裏切り、許すことはできません。覚悟なさいませ。まあそうだよな。よい三成、黙っていろ。どうするんだ勘兵衛、こたびの申し開きはあるか。言いたいことってことか。いえ何も。そうか、この辺は武士としての潔さなんだろうな。不思議なことに今は魂から何かが抜け落ちたようで、自分がしてきたことが信じがたいのです。操られてはいたもんな、多少自分の意識があったとはいえ。まあわからぬでもない。大きな望みを生かそうとすれば自分すら変わるもの。わしも手は汚れ、目はギラつくばかり。しかし天下人として歩み続けるしかないの。豊臣さんはちゃんとその道で腰を置くことにもう決意したんだ。おふった者たちの恨みつらみにまみれても、我が子がためこの豊臣の天下は守りきる。父親としてか。お心しかと受け止めました。こたびの無礼、まことに申し訳ございませんでした。多分許される流れなんだろうけど、黒田さんは処刑すら覚悟はしてたんだろうな。受け入れようっていう心構えではいたんだろうな。あ、そうなんだ。これは刀剣乱舞無双の中での会話だけど、切ないね。豊臣さんは先に亡くなっちゃったんだ。それも正しい歴史。お見事。よしよし、久しぶりに綺麗なこの静止の青の枠を見た気がするな。ただいま。特別任務、本丸レベルアップ。あの場所が賑やかになりますね。庭か。庭もうやること増えるかな。ケンケンパーでもして遊ばない。俺の切れ味はこんなものではないよ。さすがに長義さんと国広さんのレベルが段違いだね。これからどんどんみんなを知っていこう。あ、絆会話か。了解。庭見たいな。構わないぜ。一人かもしれないけれども、まだね、ひとふりさんのことを、いちごさんって言うべきのことをよく分かってないのと、じゃあ食大切りす、あーいや、あー、トンボ切りさんにしよう。このお二人でやってみようか。庭、トンボ切りさんも大きいな。あー今多少遠近法でっていうのもあるんだろうけど、ん？違う、遠近法は近い方が大きく見えるから、これなおのことトンボ切りさんが大きいのか。あ、追いかけっこ追いかけっこなんてあるの。では始めましょう。二振りの刀剣なしで協力して近之助。あ、ってことは右スティック左スティックだね。わかった。うわー、これこういう遊び、本気でやる人同士でやってほしいな。え、めちゃくちゃ逃げるぞ。ナマズみたいに逃げる。あって、これ操作難しい。
え、あ、これ入れ替わってんな。ちょ待って。こうか。オッケーオッケー。あー、難しいこれ。こんのすけ。オッケーでしょうか。あー、危ねえ。成功か。これは時間だね、きっと。りょう、まずまずの追い込み。うわー、これナマズオさんと、ヒューガ君にもやってもらいたいけど。任せてもらおう。一方で、大栗からさんとヘシキリさんにやってもらいたい気もする。三日月さんもやってほしいな。あの、淡々とやってくれそうではある。じゃあ久しぶりに僕の番だね。ヒューガ君を置いて娯楽室、ヘシキリさん置いてみるか。遊んでいる場合ではないだろうに。本気で呆れてるね。よしよし、やっと2章か。誰かいる？なわけないか。2章だよね、多分次から。楽しみだな。強化しとくか、今のうちに。そうだ、僕の力を確認しておかないと。